風呂敷をチャームポイントで。あの人たち持ってるすごいすごいね。そしたら若い子たちが買ってるっていうことだからね。こんにちは。今日もこれこれイベントオアシスマルシェに来ました。これを目当てに来ました。昨日の帯なんと注文だ1000円。他にもいろいろ見て回りたいと思います。それが着物の生地で作ってるんですかね。ね。マルシェでした。本当にあれのどれか？ジャイアントカバチクレーン。本当にあれのどれか？調べましょう。あれ本当にあれ？いいの乗ってる？今度調べましょうね。2人で。明治42年に日本で初めて建設された電動クレーン。うん、106年を経た今も稼働を続ける現役の巨人です。高さは62メートル。はい。出ますかね。なるほどね。